ろせるということで、今日は炊飯器おでん作っていきたいと思います。イエイ。用意した食材は書いてあるとおりですね。おでんのつゆの作り方も書いてます。まあ、工程は後で分けてまた字幕入ってあるんで、そっち見てください。今回も簡単で、早送りしなくても多分5、6分で全部終わったんで、ね、だから味も美味しかったし、おすすめですね。最近こういう汁物とか作ってて、結構多めに水入れるんだけど、それで蓋開けた時にちょっと汁こぼれちゃうのが悩みかなっていう。3合だけだからあんまり大きくないんだけど、そこはちょっと悩みだよね。やっぱり思うのは、美味しいご飯と美味しいお酒を食べたり飲んだりするのはめちゃくちゃ幸せだってこと。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイチャー。